サーです。今回はこちら、ピックル卵、プリキュアの3種類を紹介していきます。まずはこちら、最新ですね、デリシャスパーティープリキュアのプリキュアプリティマスコットになります。いちごの香りの入浴剤、お湯はピンク色。中から出てくるマスコットは全部で6種類、キュアプレシャス、キュアスパイシー、キュアヤムヤム、コメコメ、パムパム、メンメン、いずれか1つが入っています。プリティライフシリーズのキャンペーンの応募券、1点分がついているので、ここを切り取って集めていきましょう。はい、とっても可愛い6体のうちに今回は誰が出てくるでしょうか。結構はっきりめのピンクですね。さあ、これ6体集まるまで頑張りたいな。まずは今回ね、1個目なのでドキドキしながら見ていきます。続いては前作のトロピカルージュプリキュア、プリキュアお座りフィギュアですね。こちら、別のシリーズ、別のバージョンも手に入ったら紹介していきますが、結構ね、古い方が見つかりにくくて今探し中です。マリンの香り、お湯は水色。中から出てくるマスコットは全部で4種類、キュアラメール、キュアサマー、マーメイドローラ、妖精クルルンのいずれか1つが出てきます。はい、こちらのね、応募券はちょっとね、終わってしまっているんですが、あ、まだかな、今月末までかな、ですけれども、ちょっとね、もうあんまり売ってないかも。見つけたらもう即買いですね。これもとっても可愛くて、どれが出てきてくれてもいいなと思っていますけれども、クルルンに会いたいかな。今日は誰かな。はい、そしてさらにその前ですね、ヒーリングとプリキュアからはこちら、プリキュアお座りフィギュア紹介していきます。こちらはグレープの香りで紫色の入浴剤、中から出てくるマスコットは全部で5種類、キュアアース、キュアグレース、キュアフォンテーヌ、キュアスパークル、お座りラテとなっています。キュアアースが欲しいですね。はい、さあ、でもラテちゃんもいいな。ね、動物系が揃ってくれても嬉しいかも。ちょっと前のもので色が分離しつつありますが、あ、ね、綺麗。赤と青で紫っていうのがちょっとね、わかるような感じで面白いですね。はい、では今回はこちらの3種類を一気にお湯の中に入れていきます。はい、では今回は一気にいきます。せーの、ドボン。さあ、どうなるかな。あれ、意外と静か。ちょっと熱いめのお湯用意したんですけれども、思った以上に静か。色はすごく綺麗。ピンクと青、そして紫なので最終的に紫になるんですけれども、このね、絶妙に赤が多いところと青が多いところの色が混ざっていく感じが素敵。面白い。あ、今日は本当におとなしめで、なんか落ち着いて見てられるわ。古いものが溶けづらいかなっていう心配をしていたんですが、まあそこそこ大丈夫な気がする。おー、3箇所からなんか同じぐらいに出てきそうな、そんなこのね、泡の出方をしてますね。誰が一番早いかな。誰が出てくるか本当に楽しみ。今回のプリキュアシリーズもなんかすごく人気な気がします。人気があるんじゃないかな。コメコメのお人形を紹介しようと思ったんですけれども、売り切れでどこにも売ってないんですよね。ということはみたいな気がしますね。はい、まあ、確かにね、今回のキャラクターは本当に可愛い。で、
お料理っていうかね、食べ物系なのもみんな食いつきやすいのかな。この子もとっても可愛いのでね、いろんなパターンで紹介していこうかなと思っています。みんなが飽きずに楽しくね、追っかけてもらえるようにいろいろ見ていくつもりですけれども、プリキュアのおもちゃでやってほしいなっていうおもちゃもあったら、コメント欄にコメントいただけたら嬉しいです。全部ねコメントちゃんと読んでるので、はい、余裕があるときにはお返事もお返しするので、ぜひぜひコメント残してください。お、誰かが出てきたよ。誰でしょうか。お、もしかしてもしかしてパムパム来た感じ。あ、でかくない？お人形がでかい。え、もっともっとちっちゃいと思ってたからすごくびっくりなんですけど、嬉しい。え、もしかしてミラクル起きるかしら。クルルンじゃない？そしてもう一つは、なんだ？誰だ誰だ？黄色い台座だからこれは、ラティじゃないかな、もしかしたら。あ、でもやば。嬉しい。デリシャスパーティープリキュアからは、パムパムが来ました。こんな感じ、パムパム。かわいい。なんかこう、イラストで見るのと立体化されるのとだとちょっと見た目が違うかもしれないんですけど、ふわっとしたイメージそのままのね、カラーリングでとってもかわいいです。はい。パンにね、フォームチェンジした時バージョンも次回出てきてくれたら嬉しいなぁ。とっても可愛い。はい、そして、嬉しい。来てほしいって言ってたクルルンが来ました。こちらはトロピカルージュプリキュアのキャラクターですね。やったね。4分の1の確率でゲット。妖精クルルンです。なんかね、アザラシみたいな見た目ですね。ピンクで、このね、お耳のところハートになってて、尻尾のところもハートっぽい感じの貝殻で、とても可愛いです。貝殻みたいにね、尾びれがなってますね。はい、可愛い。くるるん。やったね。下の部分も貝殻になってます。はい、ラストは、やっぱりそうですね、キュアスパークルが来てくれました。はい、久しぶり。プリキュアシリーズ最近すごくね、出来がいいので、もうどれ買ってもおすすめって感じなんですけれども、こちらヒーリングッドプリキュアからは、キュアスパークルが来ました。肌のところがね、別な素材で作られていて、すっごいツヤツヤのお肌で可愛いですよね。お座りポーズもとっても可愛くて、このシリーズ大好きでした。また見つけたらゲットしてきてみたいと思います。はい。可愛いですね。本当に久しぶり。はい。というわけで今回は、ピックル卵、デリシャスパーティープリキュア、ヒーリングッドプリキュア、そしてトロピカルージュプリキュアの3種類を紹介しました。いかがだったでしょうか？お店で売ってない時はネットを探してみてください。まだね、過去のものちょっと手に入るんじゃないかなと思うので、はい。いいなと思った方はチェックしてみてください。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。